どうもゴロデルデーです。どうもロドリゴで佐藤田中と申します。はい、これもう2話2話です。行っちゃいましょう。どんどん来ました。早くやりたい。ちょっと我々サプライズいろいろ食らって、もう意識朦朧としておりますが、でもテンションは高いです。一応何も戦ってないから早く戦って。先ほどの声優さんの話は大丈夫ですか？あ、そうです。すみません、先ほど僕がずっと言ってたあの声優さんなんですけど、トーチヒロキさんですね。はい、大好きです。本当にあのプリズンブレイクめっちゃ楽しかったです。あなたのおかげです。ありがとうございます。あれこれきっかけで僕英語の勉強を始めました。ありがとうございます。そうなんですか。はい、いい話になっちゃってるんですか。いいです、いいです。留学もそれでしました。ありがとうございます。あなたのおかげです。テンション下がるからやめてもらっていいですか？いや俺は上がるっていうから、はい、じゃあ早速行ってまいりましょう。出てくるから。あ、まだいる後ろ姿ある。不法侵入者を取り締まる。ちょっと待って、かっこすぎないタイトル。不法侵入者ってかっこいいな。相変わらず2話のタイトルはかっこいいっていうね。じゃあもう行っちゃいますよ。はい、行きましょう。これちなみになんだけど、あれクリアしたやつってなんか記録どっかに、ああ書いてあるか。あ、優しい。ハードクリアしたら全部クリアになってるわ。何？ほら今まで確かハードはハードでバッチついてなかった。ああなるほどね。はいはいはい。じゃあインフェルノクリアすれば全部クリアになるわ。うん、インフェルノ行かせてくれよ。いや、じゃあ行きましょう。よし。不法侵入者取り締まってまいりました。取り締まります。よっしゃ。じゃあ行ってまいります。はい。不法侵入者の取り締まりだ。来い。こっちの上司もいんのかい。あ、やっぱほら支援呼べないから赤いのかもだね。ああミスが起こんないになってんだ。そういうとこ改良してくれるの優しいっすね。あ、でもまだあれ武器も切り替えできない。まだ、うん、あ、ゴロさんあそこ行って。あ、俺かごめんなさい。ゴロ待ち、ゴロ待ち、ごめんなさい。すいません隊長。お、え、すげえ、もういきなりなんかいる。え、何今の。どこどこどこ見てなかった。何これ、これ味方ドローン。どれどれ。あ、俺もう使いこなしてんの。いや全然使いこなしてない。え、この何これ。え、これえロドリゴさん。あ、人の話聞こうぜ。あ、これ あれじゃないですか。え、全部コプターにしちゃったからなんかぐるぐる回ってる俺の周りを。あい、え、これがミオ。これミオちゃん。何この世界観の違う。え、これ何なの。だから D3 バービーシャーなんか他のゲームだって。あとで調べて。うん。こいつ戦ってくれんの。いや違う違う、出たな。え、応援団的なだけ。やごめんなさい、僕あのカプセルロボット出しちゃった。ちょ、なんだよ、ちょっとあいつなんだよ。じゃあこいつ、ね、え、なんだよ、こっちも来ねえのかよ。ちょっとやべやべ、カフェのやつだ。え、ずっと叫んでるだけや。どうくんの。え、ちょっと人間じゃねえじゃん。宇宙人だからじゃない。宇宙人の人で人だ。あーなるほど。え、モーテンのすげえな、6。ちょっと全然違うじゃん。ちょっと待ってよ、ごめんね、ほんと僕やり方ちょっと、ゴロさんも使い方覚えてもらって。いや、俺 R1 すげえ押しちゃう。ミオちゃんばっか出ちゃう、これ。いや、僕もちょっとこれ。これミオちゃんって1回しか出れないのかな。あ、なんかまだ左にいる、左にいる。ちょっとやばいやばい、やばい、ちょっと待って、やばいやばい、なんかビルの裏？ビルの裏？あ、でも使い方そんなに変わらないから、そっちどう？なんかミオちゃん押しちゃう。でも来ねえ、あいつ。あいつ何なの？1回だけなのかな。ちょそのレベルでずっと喋ってて今日収録大丈夫。もうだ無理だよ、テンション上がっちゃう。こいつ死んでないの。こいつ死んでる。レーダー見て、レーダーちょっと落ち着いて、まあ、興奮する気持ちはすげえわかる。ごめん、気になってしょうがねえわ、ミオちゃんが。まあでも操作どう、そっちは難しい。いや、そんなにこの視点そこまで、まあ、ちょっと違和感はあるけど慣れればいける。でも逆に5戻れなくなりそうだな。あ、そうだね、ちょっとそれは怖いな。まあ、ちょっとハードでちょっと舐め腐ってるっていうのがあるから気をつけましょう。え、そのさ、ロドレゴさんについてるそのピンクのそいつ何なの。いや、今回のなんかよくわかんない支援ドローンらしい。そいつも敵撃ってくれてんの。撃ってくれる、俺が指示したところ。指示したらなんだ。ちょっとミオちゃんが気になってしょうがない。ちょっと待って。あ、でも出せるのは出してもらえればそれがデコイになるんで。おとりですよ、おとり。要はああー、そういうこと。敵があれに引き寄せられるってこと。テンション高えな。そういうこと、そういうこと。いや、そう。ああ、じゃあ役立ってんだ。なるほどね。あ、これむずいな。ミオちゃん乗ってた、ごめん。あれが1分の1になったらか。そう。あ、これ全然分かってなかった。ごめんなさい。いや、いいっすよ。何この番号。
ゴロさん、ちょテレビの音小さくしないとなんか声張っちゃうかも。なんかごめんなさい。あのいやいいっすよ。そんなに大きくなかったよ。ごめん。いや多分ね、あの波形飛んでる可能性あるから気をつけて。ごめんなさい。ミオちゃんって何なのよ。あ、やっぱ波形飛ぶなこれ。ごめんなさい。うん、オッケーっす。でも気持ちはこもってる。気持ちはこもってる。多分なんとかなってると思うんだけど。下げりゃ大丈夫。多分大丈夫。再開でいきますよ。はい。はい、武器出た。ちょっと待って。ちょっと待って、みんなどこ開いて。ちょっとあれだね。画面が全然違ってまだ慣れない。あ、そっか。ごめん。全然アイテム拾ってなかった。あ、もうあれか。夢中？ごめん。今もうあの慣れんのに必死で、ちょっと待って。確かに。あ、武器全部取りました。でもやっぱ街並みのさ、このテクスチャーでいいんだっけ、なんかテクスチャーだと。ちょっとやっぱ変わってるよね。なんかいや変わりましたね。すごいよね。多分5の時って R1 がね、あれ武器の切り替えだったんですよ。いやこれゲーム切り替え苦労しそうですよ。だから武器の切り替えするときにミオちゃん出したよ、俺間違えて。なるほど、それは一理ある。こういうのってあれちゃん付けすると印象悪いのかな。いや印象悪くはないな、正直。大丈夫。どうですか皆さんどうですか。コメント欄でゴロ気持ち悪い、ミオって言った方がいいのかな。ミオなのかもしれない。ちゃんキャラじゃない可能性あるから。でもあれミオちゃんじゃない、あの子。キャラが違う可能性あるから気をつけて。さっきは気になってないけど、この数字何。いや分かんない。あ、ダメージ表示されるようになってるわ多分。あ、こっちが食らったあれ多分。いやでもなんか撃ったら出てこない。なんか出てくる。あ、だから敵じゃない、敵のダメージじゃないこれ。なるほどね。ちょっとやばいな、まだ全然慣れない。全然わかんねえよ。調べてないからさ。いや、そうなんだよね。何が起きてんのかわかんない。何が加わってんのか新たに。ちょっと待って。やべやべやべ。あ、やっぱちょっとまだ違和感あるわこの。あるね、間違いない。でも多分これがいいとサンドロッドさんがね判断してるわけだから。サンドロッド様がね、サンドロッド様が言ってるから慣れよう、うん、慣れよう、うん、これでやれって言われてる気がする。これハードですよ、まだ。だってせっかくこれ加えたのにこれ出さないで配信できてるだよ。あ、武器発見。いや、そうだね、この視線になれよ。あ、武器の色もちょっと違う。なんかちょっとクリーム色、なんか明るい。あ、これだんだん、あー、なるほど。装填の仕様もちょっと違うわ。エアレーダーだいぶ特殊になってます。そっち大丈夫ですか。相変わらずカエルのテクスチャーがもうリアルで怖っ。すげえな、ちょっとやっぱルックス変わったな、カエル。変わってますよね、うん、でも相変わらず武器落としてくれるね、カエルは。こっちは落としてくれなかった。あ、ほんと、ちょっと待って。なるほど、インフェルノもしかしてこれ無理って判断したのかな、うん、多分そうだと思う。テストプレイで判断されたんだとしたら、サノさん、すいません、先ほど批判してしまって。やべ、難しすぎんの作りすぎたみたいなこと、多分そうなんじゃない。でも、いきなりインフェルノやりたがる連中いると思うんだよな多分。だからイージーでクリアして、そこからインフェルノみたいなのがいきなりインフェルノに近い状態になるのかな。ああ、なるほどね。あ、なんか障害物引っかかりにくくなってんな、これすごいな。いや、なんか当たり判定が分かりやすい。あ、すごいな。全然ミオちゃんたまんねえんだよな、さっきから。もう1回だけなのかな、ずっとあのまんまなの。あ、つか、あれ、ゴロさん乗り物出せんじゃん。あ、そっか、乗り物か、忘れてた。乗り物、何ボタン。バツ。あ、バツだ、バツ、バツだった気がする。来た、来る。俺分かんねえんだよ、俺乗り物乗ったことないから。ロドリゴさんのやつみたいになんか上から来んのかな。あ、来ないね。でもっていうか、なんかでもレーダーで白い、超かっこいい。なんか囲まれてなんか仲間連れてるみたいで、かっこいい。それいいな、いっぱいあるよ。あ、なんかレーダーで白い点があるけど、あれそうなのかな。違うか、来ないよね戦車。俺も投げたよね。投げた。でも多分まだ対応してねえのかな、ステージが。あ、でも赤っ、あ、でも投げれたってことは使えるってこと、ね、使えるはずなんだけど使えない。サノさん、どうします、こいつら。ちなみにちょ、一回この白飛行慣れないんで一回練習させてもらっていいですか。何やってもいい、今もう何やっても許して。俺今そんなテンション。これどうなんだろう。あ、これ難しいんですよこれ。あ、 OK です、始めてください。この数字だからちゃんと敵に当たってるよっていうのを教えてるのかな。そういうことだと思うんですけど、正直伝わってないですよ僕には、うん、何なんだろう。まあ後で調べましょうか、うん、ちょっと分かんないな、仕様が分かんないな。確かに、まあ、ハードでこれだと確かにインフェルノ無理か。でも無理とは言えないよな。でもインフェルノでいきなり2話でこのカエルの量って確かに確かにアリがいないんですもんね、うん、いやでもカエルをこんなすぐ使うってことはちょっとこれ期待しちゃうな。いや、しちゃうでしょ。だってこんな最高の敵をここで使っちゃうってことは。ゴロさん、僕の画面見てもらう。あー、あ、ごめん。あ、違う違う、あ、違う、
あーいけない、今見せたかったんですよ、よじ登りモーションが追加されてたんですよね、どうやら。あ、ほらほら、見た今よじ登るんですよ。ほんとだ、これなかったっすよね。なかった気がする。いや、すごいな。ビルも登れるとかはないよね。そんなことパルクール的なやつ。いや、ないない、それはない、そういうのは。回復落ちてる。もう、ねえか。あ、ここに1個あるけど、俺も48なんですよ。あ、じゃあ取っていいよ。マジっすか、うん、なんか、戦ってない向こうで。戦ってる、もうなんか戦ってる。戦ってますよ、ね、勝手に戦ってる、ごめんなさい。すいません、ちょっと俺ちょっと気をつけねえとな。何は死なない。あ、そうだよ、死んだろ。あ、違う、また例のあれだ、今、ごめん。うわ、すげえ、倒れ方。ちょ、これ、マジか、すげえな。あ、違う、あ、何ボタン、何ボタン、え、あ、それも違うのか。ありがとう。ちょっと待って、ダッシュボタン、今度、はい、今までって、押したら、離したら止まるんだけど、はい、あの、もう一回ダッシュボタンのとこ押さないと止まんなかった。だからごめん、今、そのまま突っ込んじゃった、今。それぞれサンドロッチさん、まあ、言ってもらわないと。いろいろ変わってますね、うん、これ。いや嬉しいな、変えてきた、ね、変える、地味に強い、はい、すげえ強いわけじゃないけど、地味に強い。そして可愛い。あっ、皆さん、お待たせしました。え、なになに、みおちゃん。なんだよ、ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。今俺こっちの、これすげえな、世界観変わるぞ、これいいのか、これ。あ、やべえ、死ぬかも、危ねえ危ねえ危ねえ。だからこれ今、みおちゃんが狙われるってことでしょ。そういうこと。これは面白いですな、ちょっと待って。やば、結構難しいな。そっち大丈夫？ HP ちょっとやばい、ちょっと待って、ごめんごめん、ちょっと、失敗はしたくない気持ちはなんかまだある。ちょっと心の中で。そう、いや、あるある、ごめんごめんごめん、ちょっともうそろそろちょっと真面目にやんないと。ちょっと待って、やばい、なんかあの銃普通に強えな。あ、どこにいる、ちょっと待って、味方全滅パターン、これもしかして。あ、いなくなって、え、上司死んだのじゃん。やっぱりそうか、これちょっと本気が足りなかったな。あー、ごめん、申し訳ない。やばい。あ、いい、左にいるから気をつけて、左にいるから気をつけて。あ、大丈夫か。やばい、ちょっと待って、やばい。頑張。これまた、あれかな。やれるの。え、何ボタン押した。丸。右だね、だからボタンの配置的には。やばい。多分ね、インフェルノじゃないから走ってる限り当たらない気が。危ない。ありがとう。危ない。いや。全部出して死にたい、死ぬなら。あ、もうミオちゃん溜まってる。いけ、ミオちゃん。あ、ごめん。なんだよ、あ、やばい。あ、マジか。初失敗、2面でやっちゃいましたね。すげえな、ちょっと待って。ハードしかできねえよとか言いながら、この手たらく。すいませんでした。いや、でも、やばい。刺激ですかね。だって、2話で変える出るなんて思わないもん。ちょっと待って、ちょっと対局。この距離感だと、ロケランの方が俺、いい気がする。ロケランあるんすか。ある。え、何これ。あ、ハードだから。あ、ゆとりなんだ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。レンジャー出てねえけど、まあ、それはいいや。するにはなんやない。はあ、新しい要素入れてきてますね。一発ずつってことは一発 3.7 ってこと。わかんない、使ってみないと。ちょっとトータル6発で 3.7 秒だったら結構優秀だけど、1個ずつ 3.7 秒だったら結構嫌ですよね。リード、あ、じゃあ1個目てから打つんだ。そう。いや、だからあの残りの弾の数によってリロード時間変わるんですよ。だからショットガンの、あれはなんつうんだっけな、ポンプアクション型の装填と一緒ですね。一個ずつ詰めていくんですね。ちょっと慣れる意味を込めてこれにしようか。じゃあ確かに手ごめね、ロケラン持ってっちゃうか。ああ、いいかも。自爆だけ気をつけてください。使いてえっていうのはある。ちょっと待って、問題はこれだな。ちょっと見たいから別のしていい。いいよ。今度はあやめちゃん、3かもしんない。あやめさん、気をつけて、ね、気をつけて、ね、年上かもしんないし。さっきのはみおちゃんだと思う、絶対。これか、これが出ちゃったんだ、新しいのが。あ、強い方を使った方がいいよね、基本は。うん、それはそうだ。じゃあこれでいきましょう。じゃあ不法侵入者、はい、すみません、ちょっと